こちらが池田さんの1日ということで、これはお仕事のある日のスケジュールでしょうか。はい、はい、そうです。本当に多分なんてことない日頃ですね、私の日常です。はい、大体こう、まあお仕事が朝早いので、朝起きて、で私は朝お風呂に入るのが好きなので、お風呂に入ってからその後紅茶を飲んだりするんですけど、朝日をそう浴びるのがすごい日光浴が大好きなので、その前にアネッサをまず一回塗って、でその後、まあ、支度をして撮影に行きまして、でご飯の時に私は塗り直します。ズボラなので撮影中とかは結構忘れちゃうことが多いので、うん、あもうアネッサ任せで昼にもう一回塗ればいいかっていう感じで昼に塗ってまた撮影をして、帰ってクレンジングしてご飯食べて趣味のなんかやって散歩して寝ます普通です。いやでも気になるんですけども、はい、やっぱりそのシャワーを浴びた後のスキンケアと一緒に UV ケアもしっかりするっていうことなんですね。うん、そうですね、あの邪魔をしないというか、スキンケアと一緒にやれる軽いつけ心地なので、私はスキンケア感覚で一緒にあの全身にパパーっと塗ったり、まあ、見えるところにしっかり塗ったりとかしてます。すごいですね、シャワーの後のスキンケアルーティンってことですね。その流れにじゃないと私はすごく忘れっぽいですし、日焼け止めに関してはまだまだ初心者なところがあるので、自分のルーティンにして目に見えるところとか玄関だったりそういうところにこう置いて塗るようにしてます。はい、私も、お仕事の時の日常っていう感じですかね。だからまあ日によっても違いますし、全然こう起きる時間も変わってきますけど、私は起床して、まあ、家の中でやることをやって、現場についてメイクをする時に一度アネッサを塗るっていう感じなのかな、なんですかね。で撮影して、で撮影の間は私もまあアネッサ任せですよね、まあ、その間塗り直したりすることあまりないですかね。アネッサに頼ったきり、あとランチの時にメイクを直した時に一度全部塗り直して、また撮影をして、で夕食の前にちょうどこの夕方に入る頃ってこうメイクがこう崩れてきたりとかもするので、その時にまた一度塗り直して、夕日対策ですね、ここは。で撮影をして帰るご飯食べてお風呂入って明日の準備して寝るです、はい、しっかりと読んでいただきました。ありがとうございます。ご説明いただきまして、分かりやすいお仕事の日のスケジュール、はい、本当になんてことない休日のスケジュールなんですけれども、まあ朝起きて顔洗ってスキンケアの流れで私も塗っちゃいますね。なんでそれこそあのエライザと一緒で、もうスキンケアの流れで置いてあるんで、もうそのまま日焼け止めを使います。でそこからまあいろいろ掃除したり、なんかいろいろ洗い物したり洗濯したりしながら過ごして、で一通り終わったら外に走りに行くことが結構あるので、まあ散歩の時もあればちゃんと走る時もあればなんですけど、まあ外行く前にもう一回ちょっとちゃちゃっと塗り直していって、で帰ってきてシャワー浴びて、でまたそのスキンケアの流れで塗ってみたいな感じですね。あのマイルドっていうことで、私結構肌に赤みが出ちゃったりちょっと敏感肌になることがあるんですけど、まあ、クリームみたいなつけ心地で全く肌の負担がなくて、でしかもベタっとしない、なんか本当にいろんな希望を叶えてくれてる、まあ、日焼け止めだなと思って、あの今でも日常的に毎日使ってます。あのすごい可愛いってね、さっきも言ってたんですけど、赤ちゃんみたいに、そうずわこう花開くみたいに笑顔になって可愛かったですね。柔らかい感じだね。なんで私だけこうやってなんか褒めていただけるんですか恥ずかしい、嬉しい、妹みたいな感じなんでしょうかね、お二人からしたら。私はこんな可愛い妹がいればいいんですね10代の時からお仕事で一緒になる機会が昔あったので、うんうん、余計になんか可愛いって嬉しいです。未だに赤ちゃんって言われますけどね